キャシー・バーベリアンはアメリカ合衆国の声楽家、作曲家、アルメニア系である。多彩な発声と驚異的な語学力を駆使し、斬新な表現力と思考を凝らした様々な技巧によって欧米の前衛音楽の作曲家を触発した。1960年代の前衛音楽シーンにおけるパフォーマンスやシアターピースの概念の発展を実践面から促した。 一見すると数々の様式破壊的な活動も、実は、鋭い様式感覚の裏返しであり、パロディ精神やウィット感覚と結びついていた。伝統的な分類法に従えば、メゾソプラの歌手ということになるが、単にボーカリストや、ボイスパフォーマーと呼ぶのが、およそ実情に合っている。伝統的な発声法のカテゴリーにとらわれず、スキャットやハミングの即興的な挿入、 うめき声や笑い声つぶやきなどのノイズ成分の利用、ベルカント商法からシャウトに至る変幻自在な性質の変化によって、声楽家の表現力の可能性に、前代未聞の領域を開いた。コロンビア大学とニューヨーク大学に在籍中に、文学、演劇、比較文化学を学んだ後、イタリア留学中に、ミラノで声楽を学ぶ。1950年に作曲家。 ルチアーノ・ベリオと結婚するが1966年に離婚。ベリオのテーマテーマはバーベリアンの声を脱構築した作品であり、サークルズ・サークルズとリサイタル・アイ・リサイタル・アイは彼女のために作曲された。さらにシルバーのブッソ・ティア、ジョン・ケージ、ハンス・ベルナー・ヘンツェ、ストラビンスキーなどからも作品を検定されている。バーベリアンのレパートリーは全英音楽だけでなく、 ヨーロッパ各国の民謡のほか、モンテベルディからガーシュウィンやバイルまでのオペラアリアと幅広い。バロックオペラはベルカントで、一方、ガーシュウィンやバイルはブルージーでジャジーニというように作品の性格に見合った歌唱法が使い分けられている。一方、ビートルズをルイ・アンドリーセンがヘンデルやドビュシーの作曲様式で編曲したものを、 歌う際は、ことさら格しきばったベルカント商法で歌い、カリカチュア風の奇妙な味を醸し出している。これらの演奏は、録音にも残され、生前の活躍を忍ぶ様子がとなった。作曲家としては、ストリップソディストリップソディを残している。ここで言う、ストリップストリップとは、漫画の駒の意味であり、題名は、本作が様々な漫画の駒の切り抜きからなる。 グラフィックスコアであるということにちなんでいる。この作品はライブにおいてしばしばアンコールで上演された。その録音はバーベリアンの数多いボイスパフォーマンスの典型となっている。ありがとうございます。